さて今日は丹波篠山の話題です。唐突ですけれども高橋さん、はい、焼き芋はお好きですか？大好きです。早っ、はい、手が切れず。めちゃくちゃ好きです。いやなんか冬のイメージ強いけど最近夏でも食べたなりますよね。あ、そうなんですか、うん、結構巷でも人気なんでしょう？そう、大人気ですよ。は、はい、そうなんです。今日は先月丹波篠山にオープンしました焼き芋店なんです。篠山城の城下町にオープンしたんですが、ここの売り焼き芋だけではなくて一番の売りは何々直営のお店ということで、何なんでしょうか、取材をしてまいりました。ご覧ください。蜜のようにねっとりとした甘さが口いっぱいに広がり、一口食べると思わず笑顔があふれ出すこちらの絶品焼き芋。販売しているのはゴールデンウィークに丹波篠山市でオープンしたばかりのココイモです。甘みが強くしっとりとした食感の紅はるかと、甘さ控えめで上品な味わいのふくむらさきの2種類が100グラム当たり250円で販売されています。ココイモでは一般的な焼き方の石焼きではなく、壺を使った古式壺焼きという方法で芋を焼いています。石焼き芋って一般的にあると思うんですけど、それと違うのはこの壺の中で吸って焼いてるんで、中の炭火で焼いた熱が対流して全体的に包み込むように焼き上げるんで、だから外はカリッと焼けて中はしっとりっていう焼き上がりの特徴になるんで壺を使ってます。またさつまいもは100日間しっかりと熟成させ、芋本来の甘みを最大限に引き出すことにこだわりました。そんなココイモの一番の売りを聞いてみると、ココイモの一番の売りは、まあ、僕ら芋屋である前に農家なんですよ。やっぱり自分たちでゼロから芋を育てて提供しているというのが一番の売りですね。今あった通り、実は大阪さん10ヘクタールもの農場を持つ農家なんです。これまでは黒枝豆や野菜などをメインに栽培してきましたが、篠山の土地のあるポイントに気づき、さつまいもを栽培することに決めました。篠山の土質って粘土質、そのドロドロの珍しい変わった土なんですけど、その土で作ると甘みの強いお芋ができるなっていうのがありまして、で焼き芋にしたらもっと甘くなって美味しく食べてもらえるんちゃうかっていうことで、さつまいも作ることに決めました。今年のさつまいも栽培の意気込みを聞いてみると、去年よりもいい芋を作れるように頑張っていこうと思ってるんですけど、やっぱり形の綺麗やったり、あとはより甘さの強いお芋を作っていけるように技術向上に努めていきたいなと思ってます。農家直営の焼き芋店では焼き芋だけにとどまらず、芋と豆乳を使ったオリジナルシェイクも販売中。篠山城を訪れたお客さんもお芋の甘い香りに誘われてちょっと一休み。本当にお芋の味の方がふわってきて、ソイ邪魔してないんですよ。でもあっさりしてるんですよ。さっぱりしてスッて通るから飲みやすいです、はい、これから夏本番、焼き芋以外にもこういったひんやり冷たいお芋のスイーツもご用意して待ってます。ぜひ皆さんご来店お待ちしてます。待ってます。